こんにちは、アクブルツボイです。今日はじゃんけんチョキ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 の、水中版でやります。3つのチョキチョキを一緒にやっていきましょう。では1つ目のチョキチョキをいきます。ダンスでよく使われていますクロスカントリースキーと言います。クロスカントリーの特徴は前の膝が曲がり、そちらに体重がかかっています。なので後ろはこの背骨に対してまっすぐな状態です。ですのでかかとが少し浮いてつま先立ちになっています。体重は完全に前の足の着地点もしくは股関節に入っています。反対の手を前に出してこの状態で後ろの足はほぼ体重がかかっていない状態になります。これはですね、前の足がほとんど、ボックススクワットの状態になっていて、ボックススクワットの中で後ろの足が伸展、伸びてます。あまり上体を上げると脊柱が反ってしまいますので、しっかりとこのボックススクワットの状態で足が後ろに伸びているという状態ですね。で、普通ボックススクワットは、陸上でやるとすごく辛い状態ですが、水中ですと全然これほとんど体が浮いてますので、まあ、お休みみたいな状態になります。この状態で足を、まあ、後ろに上げてやっています。はい、ただ往復のハサミチョキチョキがありますので、そちらで抵抗を楽しみます。では2つ目に行きますね。こちらはシザーズと言います。シザーズチョキチョキですので体重は真ん中にあります。ですのでどうしても後ろの膝を曲げる必要があります。前と後ろの真ん中に体重が落ちています。はい、この状態でチョキをしますね。これまたとても楽ですよ。水中では自分の体重がかかっていませんし、両方の膝が曲がっていることでより深いところに入ることができます。シザーズじゃんけんチョキチョキです。こんなに体が軽いのに足を思いっきり動かせますので、できれば両方の膝を伸ばしていただくと、こんなにいい運動は陸上ではなかなかできませんので、ぜひシザーズは初めは膝を曲げた状態でバランスを保ち、バランスがうまくできたら徐々に前の膝を伸ばしていくと、とても大きな動きになります。そして水ならではのじゃんけんチョキチョキシザーズがすることができますよね。いかがですか？はい、3つ目です。3つ目はシッティングシットシザーズと言いまして、横にチョキが動きます。ミート板を折って説明しますね。こういうふうに座った状態で これもですね、陸上ですとゴロンと寝転んで天井に向かってシザーズをします。ヨガやピラティスでよくありますね。ところが水中ではこんなに楽ちんにできてしまい、往復抵抗もしっかりと得ることができますので、楽で効果がありますですね。そして効果よりも先に安全面がとても際立ちます。このシットシザーズ、シティングシザーズを立ったままでやるためには、私はよくクレーンキックと言います。はい、キックではなくてクレーンのようにうーっと持ち上げます。これもお腹の筋肉を陸上ならすごく使います。
このまっすぐの姿勢で足を90度に上げるのは陸上では難儀なことです。ところが水中ではこの垂直の状態で足を90度に上げることができます。それは足の重たさがゼロになっているからですね。そして加えて浮力で浮いてますので支持点がとても楽です。この状態で下ろします。反対を上げます。下ろします。このままですとクレーンアップダウン、クレーンアップダウンになりますので、慣れてきたら、このようにシザーズを立ったまま自分の正面でやっていきます。1、2、1、2ですね。少し難しいですか。はい。そしたらやはりさっきのようにこっちの方が楽ちんですね。これです。これはお一人のトレーニングの時にはとても有効的ですけど、コースにたくさん人がいらっしゃったらやはり、何か捕まってやってみるっていうのもありと思います。上げる方を言えばクレーンのようにアップ、ただこれを下げることで、畑でクワを下ろすみたいなのでフォーダウンとも言います。なのでクレーンアップ、フォーダウン、クレーンアップ、フォーダウン、これを連続的にすることで、水中の立ったシザーズができます。はい、これは運動量がかなり上がります。お一人でトレーニングをされるときはこの3つのチョキチョキを、やられるとすごく効果的です。はい、下半身ですね。そして手でサポートしてますので、まあ、アクアは大体は全身運動になると思います。ではこれをアクアダンスに、アクアビクスに利用される場合、もしくは処理でトレーニングしていても同じ筋肉ばっかり長い間やっていると飽きがきます、疲労がきますので、2つの相反する動きと組み合わせることでとても効果的に楽しくできます。例えばクロスカントリースキーは体が前傾して前の足が曲がり体重がかかっていますですよね。つまりボックススクワットのバックアップ、バックタッチということになりますので、これをうまく利用して1、2、3、4、5、6、7、8、ボックススクワット、ボックススクワットとシザーズ、シザーズをうまく組み合わせて1、2、3、4、ボックススクワット、スタンディング、ボックススクワット、スタンディング、1、2、3、4、ボックススクワットですね。ジャンピングジャックを後ろに、引いて、気をつけです。はい。ジャンピングジャックは、このようにボックススクワット、後ろに足を引いて立ち上がるという、そしてもう一つはつま先を外に出して開脚ですね。はい、体を立てて開脚して立つ、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 このジャンピングジャックと2通りありますね。これをうまく組み合わせていきましょう。ですのでクロスカントリースキーにボックススクワット、ジャンピングジャックでもいいですし、クロスカントリースキーに開脚スクワットでもいいと思います。ジャンピングジャックですね。ではクロスカントリースキーにもう一つうまく使いたいのが、この前の足に体重がかかっているというこのコンテンツをうまく利用して振り子に入ります。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8ですね。
ところが同じ動き、振り子も足を後ろに前に、チョキチョキも足を後ろに前に、ですのでここは工夫して 1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8 のようにもう王道ですね。皆さんもやってらっしゃいますね。こういうふうに、パターンを変えていき組み合わせるととても楽しく総合運動になります。では次はシザーズです。シザーズは特徴は両方の膝が曲がって体は前傾から立位になっていきます。はい、慣れてきたら膝を伸ばしても大丈夫ですね。1、2、1、2、これに組み合わせるのはせっかく体が立ってますのでうまく体を立たせたサイドステップ、いいと思います。そして先ほど言った通りずっと足を縦に動かしてましたのでこのサイドステップを少しねじりを加えて後ろでタッチ、手と足をタッチしています。どうぞあまり体が倒れたり体がぶれたりしないようにまっすぐ前を向いて下半身をねじっていきましょう。常に体重は右足と左足の真ん中にあります。常に右と左の真ん中にあります。シザーズ、ではシッティングもしくはスタンディングのクレーンフォーダウンのチョキチョキシザーズですよね。やってみましょう。この状態で特徴は上下に足を動かしたチョキチョキですので体の保持安定にすごく力が入ります。ですので大きく腕を動かすとすごく全身運動になります。間違わないのはキッキングにならないようにしましょう。これがキックですね。フラッターキックと言います。カエルの足のようにフロッグキックと言います。順番に見せますね。キッキング、フロッグキック。キッキング、フラッターキック。スタンディング、シザーズ。毎回いつもこんなコメントしてます。デラエラ、今日はイケヤ君持ってきました。まとめです。クロスカントリースキーのチョキチョキは前の足に体重があります。後ろは比較的伸びて体は前傾になっています。こうですね。はい、シザーズというのは後ろと前の足の中間に後ろと前の足の中間に体重があります。そして体が起きています。間違えちゃうとクロスカントリースキーで体が起きちゃうとちょっと腰が反った状態になるので注意してくださいね。はい、そしてシッティングはお腰反ってる、腰反ってますよ。はい、この状態です。この状態でここでチョキチョキをします。
つまりはこれがこういう状態のチョキチョキですので、このクロスカントリーみたいに前傾になり両方の足がこういうふうにチョキチョキできるのはなかなかうまくいかないので、どうしても立位になった方が、お腹にすごく効きます。はい、今日はとても短かったですけど、チョキチョキじゃんけんチョキチョキのハサミ足シザーズクロスカントリースキー、立位スタンディングのレッグアップでもいいし、シッティングシザーズという名前でも名前なんかどうでもいいんですけれども、パターンを3つ紹介しました。この3つをうまくアクアダンスの中でも、もしくはお一人のトレーニングの中でも、活用していただいたらなと思います。バイバーイ。